その土地にしかない食材、料理、そして食べ方がある。食と旅のコラムニストとともに、食の景観を求めて日本各地をさまよい歩く、シルクロード発見食の景観。今回は静岡市清水区、日本有数のマグロ水揚げ港清水には意外な食の景観がありました。4月29日土曜夕方6時放送。